息子が大卒警察署25歳です。仕事内容がきつそうで、この先転職するとしたらどのような職業が良いでしょうか。資格などは運転免許くらいしかないです。本人に決めさせてください。ご本人が警察で働きたいと思うのであれば、全然警察でいいと思います。で、警察が仕事きついのは当たり前です。ただ、他の仕事と違って、やりがいが強いんですよね。要は困ってる人を助けて、で、ありがとうって言われて、お金がもらえるんですよ。基本仕事って、大体お金をもらう側がありがとうって言うんですよ。だから、お店に行ったら、コンビニで物を買った時、店員さんがありがとうって言うじゃないですか。でも、警察官の場合って、何かじゃあ、泥棒に盗まれました。泥棒を見つけました。っていう時に、じゃあ、泥棒から盗まれた人がありがとうって言ったりとか、暴漢に襲われてるみたいな人が、たまたまいたとして、じゃあ、それを止めました。で、警察官で逮捕しましたっていうと、殴られてる人がありがとうって言ったりってあるので、なんで、まず、ありがとうって言われる仕事であるっていうのと、あと、基本人に感謝される仕事だし、あと、まあ、人の、生きる上での見本にならなきゃいけない仕事っていうのもあるので、子供人気めっちゃ高いんですよね。なので、お父さん何の仕事とかで警察官って言うとすごいってなったりするので、なので、普通にどっかのマンションを住みますとかで、じゃあそのマンションで子供ができて、で、その中でこう保育園でなんかママ友ヒエラルキーみたいなのが出てきたりするんですけど、で、その時に家警察官って言うと一目置かれたりするわけですよ。なんか聞いたこともないような仕事とか、なんか父親 YouTuber とかだと、けって感じになるんですけど、でもやっぱり警察官ですって言うと、まずローン組むのは確実に取りますと。例えばじゃあマンション買い回すという時に、YouTuber ですとかだとローンも取らないし、賃貸も取らなかったりするんですけど、要は職業 YouTuber って書くと、不安定かもしれないし、頭おかしいことやるかもしれないから、俺の家住ませたくねえ、なるんですけど、警察官だと 100% 取ります。で、ローン組みたいって言っても銀行も警察官だったらお金貸しますってなるので、なので人生が要は体力的にはきついかもしれないけど、精神的な問題だったりお金的な問題っていうのはもうちゃんと離れてる限りは特に発生することはないので、民間だと働いてると、いきなり会社なくなったりするんですよね。昔、山一証券っていうよ、証券会社があって、四大証券って言われたんですよ。野村証券とかみたいな感じで、要は証券会社といえばこの4つだよねっていう中の1個の山一証券が、潰れたんですけど、潰れた瞬間を社員がいつ知ったかっていうと、テレビのニュースを見て知るんですよね。要は会社が、山一最近危ないよねっていうのは言われてたんですけど、記者会見をしますって言って、山一の社長とか出てきて、おお、社長出てんじゃんっつって、職場でみんなテレビを見てる段階で、山一証券潰れますって社長が言って、社員がみんな、ええって驚いて潰れたっていう、っていうぐらいで、突然明日から会社ないとかあるんですよ。で、それに比べると、警察明日からなくなるとかマジないじゃないですか。多分警察が、警察官が失業するときって多分日本なくなってるんで、なので、生活の安定性っていう上でも、割と安定してる会社なので、まず嫁さんが来やすい。明日亡くなるかもわからん会社と比べると、警察官って言ったら、一生食いっぱぐれないっしょってなら、正義感も強いしっていうのがあるので。なので、親としては、辛い、子供が辛いって言ってるのが気になるかもしれないですけど、ちゃんとメリットもあって、自分が警察官を選んだっていう人だと思うので、なので、お子さんの選択を信じてあげればいいんじゃないかなと思います。そう、山一証券の最後めちゃめちゃ面白かったんですよね。だから興味がある人はそこら辺ググって動画とか調べてみてください。電検三種は需要がありますか。また取っていると就職に有利な工業系の資格がありますか。電気工事士的なやつですか。電検三種って、すいません、電検三種が何を指すのか分かんないですけど、で、就職に有利な工業系で、どういう会社に入るかによると思うんですよね。電気工事の会社になりますだったら電気工事がいいし、じゃあ溶接しますとかだったら、じゃあアーク溶接とかの面、資格がある方がいいっていう話なので、なので何でもいいんだったら、まず求人欄とか見て、で、求人してる会社っていうのを見てください。で、どういうタイプの会社が求人してるかっていうのを見て、で、あ、このタイプの会社なんだったら、じゃあ溶接の会社が多いんだったら、じゃあ溶接の資格があるよねとか、じゃあ掃除の会社が多いんだったら、掃除のためっていうので、掃除に使える薬品って危険物に当てはまるやつとかあったりするんですよね。なので、そういうのがあった方がいいんだったら、危険物取り扱いみたいな、薬品系の扱うとかの資格があった方がいいとかっていうのがあるので、なので自分が働きたい仕事だったり、求人が多いものっていうので、どういう資格があると得なのかなっていうのを調べればいいんじゃないかなと思います。25歳大卒社会人で仕事を辞めて転職したいです。給料安いからという理由で転職するのは愚かですか？これには車蔵代と PC 代、奥様への上納金が含まれています。転職するのは全然ありだと思うんですけど、
転職先が見つかってから仕事辞めてください。あの、仕事辞めてから転職したいですだと、仕事辞めた後に、あの、転職先見つからない可能性があります。で、見つからないまま3ヶ月無職とかやると、あの、要は余裕のない人になっちゃうので、面接してる時に余裕のない人が来ちゃうと、あれ、この人ちょっとやべえやつなのかなっていうので、余計面接断られるっていうループに入る可能性があるんですよね。なので、ある程度能力があって余裕がある人って見せるには、仕事をしてる状態で転職の面接に行った方が、まあ今の仕事もあるから、別にあの、必ずこの仕事の転職が決まらないとなんか人生大変なことになりますってならないじゃないですか。っていうのもあるので、余裕のある状態で面接を受けるっていうのをやってみるといいんじゃないかなと思います。あの、彼氏のいる男の方がモテるっていうのがあるんですよね。要はその、彼氏のいる男性の方が、その女の人に対して扱い方に余裕があったりとか、がっついたりしないので、余計にモテるっていうのがあるんですよ。なので、その、あの、メンタル面弱い人とかだと、その、就職の面接とかでも、そのなんか、なんとかしてでもこの会社入りたいとかいうのよりも、まあ別に入らなくてもいいんですけどね、ぐらいの方が、あ、この人優秀かもって誤解されるので、なのでその、余裕があるように、あれ、彼氏のいる男性違うな、彼女のいる男性か。31歳、正社員妻と保育園に通う子供あり、今まで営業として4年ほど働いてましたが、酒気帯び運転で免許取り消しになってしまい、会社を自主退職して就職活動中です。以前と同じ業界や職種への転職は考えてないのですが、履歴書の書き方で迷っています。免許を今まで取ったことがないとすっとぼけるにしても、履歴書の車歴で営業していたことを書くとついつまがいません。何かいい履歴書の書き方や面接への対応方法はありますでしょうか？僕だったら普通に書いちゃいますけどね。あの、まあ、多分その、免許取り消しになりましたっていうのが入れない会社であれば、まあ、それでいいんですけど、ただ別に2年で2年後に免許取れるので、で、その、酒気帯びをした理由が要はアル中でしたとかだったらまずいんですけど、そのなんか、要はあの、会社のなんか職場のものすごくお世話になっている先輩の飲み会があって、で、そこでその帰りにどうしても遅れって言われて断れなかったんですけど、その結果酒気帯びで捕まっちゃったんです。で、免許なくなったんですとか、なんかあの、それぐらいはしょうがないよねっていう理由をでっち上げると、ああ、そうなんだっていうぐらいで、別にそんな大きなマイナスにならなかったりするんですよね。要はあの、アル中でいつも酒飲みながら運転してますとかだったら、それはまずいよ、こいつってなるんですけど、なのであの、言い訳を作ればいいだけなので、下手に嘘をつくと、あの、その嘘をこう隠すためにまた変な嘘をついてみたいになってやりづらくなるんですよね。28歳、知財関係の仕事をしています。最近経営と IT に興味が湧いてきたので、勉強のための資格、中小企業診断士、基本情報、応用情報を取ろうと思っています。将来的には知財経営 IT の複合分野でコンサル業をしたいんですが、今の仕事を続けながら、上記の資格を取り、IT 企業に転職してエンジニアとしてのキャリアを積んだ後に、さらにコンサル会社に転職したいと考えています。このようなキャリアプランは実現可能でしょうか？実現は可能ですけど、多分エンジニアのキャリアいらないですね。結局そのコンサルの会社に入った時って、そのエンジニアをうまく使いこなす能力が必要で、実際にコードが書けるかどうかってそこまで重要でもなかったらいいんですよね。まあもちろんあの実際にコードが書けた方がエンジニアとのやり取りがスムーズにいくっていうのはあるんですけど、きっちりとした仕様書さえ書ければ、基本まともなエンジニアはその通りにそのコード書いてくれるので、なのでその仕様書をきちんと切れる能力っていうのが、仕様書を書ける能力っていうのがあれば、別にあのいちいちコード書けなくていいんですよね。なので、あの、その、エンジニアとしてのキャリアっていうので、もう本当にエンジニアとしてキャリアありますよねっていうことになると、多分3年ぐらい働かないと、現場ちゃんとやったっていないので、なので、もしコンサルがゴールだとしたら、そこのなんか3年間無駄になっちゃうので、なので、あの、上流 SE とかで仕様書を作るっていう仕事の方に早めに回っちゃった方が、コンサルのその仕事をするときのスキルにはなるんじゃないかなと思います。プログラミングの勉強で二次元の認知特性を利用できないかと聞いたものです。ゲーム業界だと制作会社がある程度決まってくるので、憶測ですが無理だと思います。ウェブだと開発経験積めばフリーでも食っていけるし、週2、3とか単価とかの要望も通りやすいので、ウェブ系に行くこと前提の質問でした。車の運転中に惹かれた猫とかトラウマになるくらいには写真のように記憶できる特性をどう文字の勉強に活かせるか知りたかったのですが、その上で画像で覚える特性の意見をいただきたいです。であれば、ウェブ系行かないでください。要は、それだけ画像に対する記憶力があって、それを活かしたいですっていうのであれば、ウェブ系は向いてません。あの、ウェブ系はそこまでのその画像に対する認識能力や記憶力が必要ではないので、特性を活かしたいのであれば、ウェブ系じゃない方がいいです。っていうだけの話だと思うんですけども、はい。現在40歳、無能主婦です。再就職についてアドバイスをください。新卒時は自分に自信がなく、希望の航空会社や就活をせず、メーカーに就職しました。
しかし当時就職した会社では海外との取引がほとんどなく結婚退職しました。でも海外への憧れは消えず再就職をしたいと思いますが、会社の経験しかないと難しいですよね。で、自分が先の条件で再就職を願うとすれば、どの分野に進出すべきでしょうか。米国在住経験あり、フランス語、デルフ米、おー、すごい。僕より多分フランス語喋れるんじゃないですかね。あと、普通に就職が日本の会社で、フランスとかアメリカに支店があるところに持ち込んでください。で、語学ちゃんと取れてますっていうのであれば、受かる確率が高いので、で、人生一度しかないので、やるだけやってみて、まあ、転職のなんか持ち込みで落ちたとしても、別に何度でも転職のその面接って受けてもいいので、いくらでも受けまければいいんじゃないでしょうか。24歳フリーランスエンジニアで年収は1200万です。この年で年収1200万は同業の友達を除けば周りに誰もいなく、地元の給与に差し込められると年収マウントで気持ちよくなりたくて止まりません。受験経験一切なし、底辺高校からエフラの卒で努力をせずにずる賢く生きてきたので余計に拍車がかかります。正直友達を失うだけなのでやめたいです。どうすればいいですか。このスパチャもある種の年収マウントで気持ちよくなってます。僕、年収マウントではないんですけど、友達に、高校の同窓会の時に友達に年収いくらって言われて2億って言ったことがあって、軽く引かれましたね。はい。なので、マウントできるのって多分1200万円ぐらいで、1200万円とか1500万円だと、現実的な額なので、羨ましいとかになるんですけど、月1200万とか月に1000万入りますみたいな話になると、別にもう嬉しいとかマウントではなくて、あ、そういう生活なのねっていうので、なんか、マウントではなくなるので、なので、マウントではない額まで稼ぐといいんじゃないかなと思います。キャリア選択についての相談です。現在25歳で本業で IT ベンチャーで働きながら副業で会社経営をしています。IT ベンチャーでは年収400万。副業の会社で利益は1500万ほどです。前提として私は頭が悪く仕事ができず、仕事の基礎経験を積むために IT ベンチャーになられています。将来的に自分の会社一本でやっていきたいのですが、本業の辞める時期を迷っています。アドバイスお願いします。年間1500万であれば、月に100万円ぐらいの利益があるということで、まあ月100万円の給料が出てるっていう状態ですよね。であれば多分、今必要なのって自信だと思うんですよね。まあ、常に月100万稼いでるのであれば十分だと思います。で、稼げなくなったらもう一回普通に会社就職し直してください。なのでこの100万の月100万っていうのをちょっとずつ増やそうっていうので頑張れるかどうかっていうので、まあ度胸を決めてちゃんとちょっと副業に力を入れてみてください。ただ副業のよう、その状況によって、いくら努力しても1500万が増えないタイプの副業であれば、本業のエンジニアと副業を続けてください。ただ、頑張って売り上げが増えるタイプであれば、副業を伸ばした方がいいんじゃないかなと思います。私は工務省文系大学3回で就活を考えていますが、無能で勉強もできず体も強くありません。大企業の定年シーマも崩れかかっており、かといってエンジニアなどのように常に勉強して転職を続けるだけの能力はありません。公務員も頭が悪いので入るのが難しいのですが、60後半ぐらいまで食いっぱぐれたくないです。給料は低くてもいいので、こんな無能で工務省の私にも長くいられる安定した業界職種はありませんか。何部も除く。普通に中小企業入ればいいんじゃないですか。別に給料は高くないけど、ずっと続いている中小企業って日本いっぱいあるんですよ。なので別になんか夢を見ずに低い給料でダラダラと暮らせる中小企業に入ってみてください。世の中って高卒で就職してる人っていっぱいいるんですよ。で、大卒の方が就職しやすいんですけど、大卒が申し込んでこなかったから高卒を取ってるっていう会社ってあるんですよね。なのでそういう会社に大卒で申し込むと結構受かりやすかったりするんですよ。なのでせっかく大卒なので幅を広げて高卒の人がいっぱい行ってるような会社とかに申し込むといいんじゃないかなと思います。都内在住28歳女、短大卒 OL6 年目です。転職2回目。現在は金融会社で総務営業事務社長秘書を兼務しており、副業で3年ほどライブ配信をしております。年収は本業350万、副業250万です。ウェブデザインや広告運用に興味がありますが、勉強する時間が作れていません。年収を上げるためにも一度本業を辞めて勉強する時間を作ろうと思いますが、どう思いますか。その貯金がちゃんとあるんならいいと思いますけど、ライブ配信で250万で、そのライブ配信で食っていけるんだったら、見た目可愛い系でやってるんだったら僕はやめた方がいいと思うんですけど、何らかのスキルがあるタイプのライブ配信をして、で、まあ面白いよねっていうので人が見てるっていうのであれば、副業の価格を増やすっていうので、副業に力を入れるっていうのありだと思うんですけど、副業が何で稼げてるのかっていうのによると思うんですよね。なので、例えばじゃあ YouTuber で、話が面白いとかだったり、その内容がそれなりになんか、例えばなんか YouTube 大学っていう中田ですみたいな人だったら、内容が面白いから見てるわけじゃないですか。
でもそのなんか巨乳ゴルフみたいなので、単に巨乳だから見られてますっていうのだと、年取ると残念ながらその価値はどんどん下がってしまうので、なんでその副業で稼いでる自分がどういうスキルで稼いでるのかっていうところでよるんじゃないかなと思います。はい。20代男です。サーキット走行が趣味で、仕事とモータースポーツ環境を両方提供してくれるという倍率5倍のプロジェクトに合格してありました。将来的にはレーシングドライバーかインストラクターを目指す方向です。ですが、ネガコミュ障な自分には最も向いてない接客業の仕事がセットについてきます。現在店員として稼働してるんですが、やはり毎日がストレス折れそうです。続けるべきでしょうか。すいません、携帯の店員をやってると、なんでレーシングドライバーになれるのか僕全く分かんないんですけど、もし本当にレースのドライバーを目指すのであれば、きちんとトレーニングをして結果を出す方向で頑張るべきだと思うんですけど、で、生活に金が必要っていうのであれば、金を稼ぐためにいい給料の仕事をしてください。まあ、何のレースか分かんないですけど、例えばセルートっていうバイク便の会社があるんですけど、まあ、最近バイク便減ったんですけど、で、そのバイクのレース出たいっていう人であれば、バイク便やった方がいいと思うんですよね。安定した速度できちんと走らせるとか、すげえ疲れてたとしても、その正しい判断するとかっていうので、もうずっとバイク乗り続けてる人とか、やっぱりバイクのスキルは上がるわけじゃないですか。っていうのがあるので、例えばウーバー、日本ウーバーねえのか。っていうので、まあ、もしその車のスキルを上げたいんだったら、車に乗るような仕事をするとかっていう方がまだいいんじゃないかなと思います。携帯いくら売ったとしても多分ドライバーになれるわけではないので。30代独身、最近税理士登録したものです。今は所属税理士をしていて、この仕事を嫌いではないのですが、そもそも数字に弱いことに気がつきました。今後は続けるべきでしょうか。はい。計算自体は別にソフトがやってくれるので、別になんかその計算自体が、まあ自分で電卓叩いてやりたいんだったらいいんですけど、そうじゃなかったら全部もう機械に任せるというのでいいんじゃないかなと思います。ただ税理士に必要なのって、営業先を見つける力なんですよね。要はそのクライアントさえ見つければ、別に税理士の資格があって、実際は現場のパートさんがやってますでも十分なんですよ。要はまあ、一回こういうその税理の書類ありますよねって決めて、じゃあ来、その次の年って、クライアントに対してやることって、ほぼもらった数字を埋めるだけなんですよ。もう一番最初はちょっと特殊な、例えば山林の収入がありますとか、あと計算がかかりますとか、じゃあ不動産のこういうのがありますとかで、なんかいろいろ計算して、じゃあここで枠に入れなきゃいけませんよってあるんですけど、一回完成したら来年はそれの数字が変わるだけなので、これをじゃあ埋めといてっていうのをパートさんに任せればいいだけなので、なので税理士として必要な能力って実は営業能力なので、なので別に数字が弱くても営業さえできれば何の問題もないんじゃないかなと思います。4年前から京都市内で築50年ほどの古い家って何て読むんだっけを購入し、自身で改修工事をしています。ローンも組んでますが、所有の貸し家は13件です。1件5万程度で貸しており、平均利回りは 20% ほどです。不動産を所有するのはパリやニューヨークと言われてますが、今後京都市内に不動産を購入し続けることについてどうお考えですか。パリイコール京都のような付加価値は今後出てくるでしょうか。まあ、京都って土地が限られているので、そういう意味では京都の投資は全然ありだと思います。で、ただ貸すんじゃなくて、自分でそのリフォームしたりっていうので、ちゃんと価値を上げて貸すっていうのができているので、そういう意味では全然何の問題もないと思うので、土地勘のある京都でそのままやり続ければいいんじゃないかなと思います。まあ、観光地として世界中で京都が有名な理由って、京都のような街が他にないからなので、なので、そういうレア性の高い土地っていうのは、それだけ価値は上がり続ける可能性が高いので、古民家。はい。海外大卒、海外勤務経験7年、転職3回の30代銀行員です。年収はそうですが、もっと働いて稼ぎたいです。これまでの経験を生かして稼ぎを増やす方法はあるでしょうか。将来的な収入キャリアアップを考えて、コンサル、自由時間激減だけど年収維持と。大学院、自由時間激減だけどコスト激増を挟むことが考えています。ひろきさんの考える最適解を教えていただけると幸いです。まあ、多分普通に海外大卒で銀行員きちんとやってるのであれば、なんか、キャリアアップのために何かのその投資をするとかじゃなくて、給料の上がるところの転職先にさっさと転職しちゃった方がいいですよ。こういう履歴なんですけど、御社だと給料いくらになりますかっていうので、転職エージェントとかに頼んじゃって、例えばその年収1200万円以上で受け入れてるところがあったら来ますみたいな感じで。その転職エージェントにこういう金額が欲しいですっていうのを伝えて、それに合うところを探してもらえるって方向で、今の履歴だと全然いけるんじゃないかなという気がします。旦那が繊維商社勤務なのですが、今後の繊維業界についてどのようにお考えですか。私は不動産営業しており、二人とも安定した企業で生活資金面問題ないのですが、副業を考え転職も一案で考え中です。またお時間があれば、入管法改正についてもお聞きしたいです。よろしくお願いします。
まあ、繊維を売ってる、要は、東レとかじゃなくて繊維開発してるところでなければ、単に売って横流して、アパレル業界に、買ってもらうっていう仕事なんですけども、残念ながらアパレル業界、今、世界中かなりきついんですよね。まあ、シャネルとか、ルイ・ヴィトンとか、ハイブランドの方は全然売り上げ伸びてるんですけど、そうじゃない服っていうのはかなり今、まあ、状況が悪くて、そのリモートが多いので、服買わなくてもいいよねっていう状況になってるので、あんまりみんな服買いませんと。で、ただ最低限の服必要だよねっていうので、じゃあそのベースになるやつだったらいい質のものがいいよねっていうので、まあ、ユニクロでいいんじゃねっていうので、ユニクロは結構売れてるんですけど、その安かろう悪かろうちょっとおしゃれっていうザラみたいなラインっていうのが今全然売れないですよねっていうのがあるので、そこにその繊維を収めている繊維系の業者っていうのもかなりきついままだと思います。まあそのコロナが解決したとしてもリモートワークが増えるはあんまり変わんないと思うんですよね。なのでそこまで服とかにお金かけなくてもいいよねっていうのが変わらないと思うので、なのでなかなかきつい状態は変わらないんじゃないかなと思います。ただその東レとかそういう新しい技術でその特殊な布を作ってますとかだと、例えばマスクで使われてる不織布とかも、その不織布メーカーみたいなのも一応繊維業だったりするので、なのでそういうところに関わってるんだったら、まあ今はちょっとマスクの需要は抑えられましたけど、突然また世界中でマスク大事だよねみたいになったりするとボーンって価格が上がったりするので、なのでその特殊な技術に関わってる商社とかだったらいいんじゃないでしょうか。新卒で大手 IT コンサルに入社してもです。将来は起業したいと思ってるんですが、今は特に社内でやりたいことがないです。今後関わるといい業界や技術などがあれば教えてください。まあ、機械学習周りは一応今後も伸びるのでそこら辺やっとくといいんじゃないですか。26歳都内に勤めるサラリーマンです。将来会社を作ることを考えていて、現在中小企業診断士の勉強をしています。副業でトレカの転売と1000万ぐらいを株式で運用しています。ひろきさん、現在26歳の私はどんなことをすべきだと思いますか。もしアドバイスあればお願いします。まあ、中小企業診断士を作ってどういう会社を作るのかによるんですけど、その中小企業に対するコンサルみたいなのをやるんだとすると、多分そのコンサルを将来やるための金持ちの知り合いとか、金持ち その企業経営者っていうのをできるだけ増やした方がいいと思うので、その今働いてるサラリーマンの会社員をやりながら、その取引先の社長だったりとかお金持ちっていうのを知り合いを増やすようにしてください。なので積極的に飲みに誘ったりとか、飲み会に誘われるようにするとか、あと一緒にゴルフ行ってみるとかっていうので、コネをいっぱい作るといいんじゃないかなと思います。22歳男、商業高卒です。現在介護職についていて転職したいと思っています。選択肢として東京とか横浜ら辺で仕事をしようか、彼女が北海道にいるのでそこら辺で仕事をしようか迷っています。またいずれ会社を設立したいと思っています。やはり東京などの都会で仕事をした方がいいんでしょうか。起業をするというのを考えているのであれば、人間が多ければ多いほどお客さんになる人に引っかかる確率が上がるので、都内で地の利を生かして都内でお金持ちの知り合いを作った方がいいんじゃないかなと思いますけど、ただ起業するのであれば介護職じゃなくてさっさと転職しちゃった方がいいと思います。その介護業で起業したとしても、結局その安い値段で人をこき使って国からお金をもらい続けるっていうのしか規模を大きくすることができないので、なのでそのブラックな会社にしかならないですよね。まあブラック企業を作りたいんだったらいいんですけど、ブラック企業でずっと続けるのも結構精神的に大変なので、なので介護職じゃない仕事にした方がいいんじゃないかなと思います。26歳男、妻と子供2人がいます。自分はバス会社で貸し切りバスドライバーをしています。新型コロナウイルスの影響で去年の3月頃から仕事が減ってしまい、今では高速路線と少しの貸し切りバスの仕事しかありません。僕はバスドライバーが好きでこの業界に入りました。給料も減ってしまい、正直違う業種に転職するべきなのか、このまま残るべきなのか、どうしたらいいと思いますか。残り続けていいと思います。仕事が減るとかはあると思うんですけど、突然クビになるっていうのは日本なかなかないので、まあ、会社が潰れない限りは給料もらえるので、なので居続けて、まあダメになったら他の仕事に行けばいいんじゃないかなと思います。25歳男性です。祖父から山と田んぼと畑を渡すとやりました。有効な活用法はありますか。田舎の土地です。まあ畑仕事したいならいいんですけど、そうじゃないんだったらさっさと売っ払っちゃった方がいいと思いますよ。畑とか田んぼを維持してほしいって思惑もあって言ってるんだと思うんですけど、別に田舎でなんか畑仕事したいんじゃなかったら、それが呪いになってしまって、なんか畑仕事しなきゃいけないってなっちゃうんですけど、で、何年かやって売ろうみたいなことをやっちゃうと、その何年かやってが、今度は思い入れになっちゃうので、本当に一生田舎で住んでいくことになるんですよね。まあそれでいいならいいんですけど、そうじゃないんだったら、さっさと売っちゃった方がいいと思います。で、ただ、俺売るよって言うともらえないかもしれないので、もしもらったら売るっていうのは黙っててください。
これからのマンション管理会社の未来はどうなると思いますか？いい管理会社とダメな管理会社が多分5年10年ぐらいでかなりシビアになってくると思います。そのタワーマンションって言われるところの大規模修繕が始まったりとか、そのもう築30年のマンションとかの修繕っていう結構大規模修繕今後増えてくるんですよね。で、その時にそのちゃんと管理計画を作ってた管理会社は、まあ修理できてよかったねなんですけど、修理のお金が足りなくて修理の仕様もなくてゴーストタウンになっちゃうっていうのが、地方の新潟のリゾートマンションとかすでに起きてるんですけど、そういうのが多分都内も起き始めちゃうと思うんですよね。なので、ちゃんとした管理会社に頼んだ方がいいよねっていうので、どこでもいいじゃない形になっていくのは今後増えるんじゃないかなと思ってます。アジアの最後のフロンティアであるミャンマーに介護施設を作りたいと考えています。クーデターが収まったらミャンマーを選んだ理由は、親日国なので日本人が運営しても抵抗がないと思ったのと、技能実習生と称して稼ぎに来て介護士をしている人が多くいるので、帰国した人を雇う一から教えなくて済む。介護施設が音ないのでライバルが増える前に進出したいと思ったからです。ひろゆきさんの意見を聞かせてください。まず、お客さんどうやって見つけるのの方が大事です。介護する人を見つけるのは簡単です。で、東南アジアの場合って人件費が安いのと、仕事がそんなにないので、お客さんさえいれば、訓練して何とでもなります。なので、見つけるべきなのはお客さんをどうするかなんですけど、タイとかだと、その引退してタイに住んでますっていう高齢者の日本人がいるので、そこの介護っていう形でお客さん見つけるのはそれなりにできると思うんですけど、ミャンマーで日本人でお客さん見つけるのって結構難易度高いと思うので、もしそれができるんだったらやってもいいんじゃないかなと思います。スパちゃん2回目です。すいません。前回ひろゆきさんに言われた通り、無能な私は彼と別れ猫を4匹連れ町から離れ築38年賃貸マンションに引っ越しました。今回聞いてもらいたいのは、私は膠原病の SLE 全身性 エリテマトードスという病気です。だんだん仕事、美容師が辛くて、年金事務所に診断書を持ってて5回でやっと受付ができましたが、時給の通知も5ヶ月先くらいとか、年金の申請ってなかなか大変ですね。社労士にしてもらった方が良かったのでしょうか。社労士を通したとしても、そんなに速度変わらないと思います。ちゃんと書類があるかどうかっていうのと、あと、受付だとしても、その速度が変わりますよっていうのは別に社労士を通したとしても変わらないので。なので、一応、年金の申請が通ったということでおめでとうございます。なので、猫と楽しい人生を過ごしてください。40歳独身男です。現在、病院の事務局長、年収600万をしながら、恋愛カウンセラーと古物商、中古ブランド品で販売の副業をしています。年商合計400万程度。3つの異なるジャンルの仕事をしているので、時間効率や成果が中途半端なため、本業が副業に直結する中古ブランド品買取専門店の SV 職を受けたら内定がもらいました。スーパーバイザーかな。年収は100万下がります。ひろゆきさんなら転職してますか？いいえ。それと本業と副業をうまく回す良いアイデアありますでしょうか？さっきもアパレルの話をしましたけど、服は結構今厳しい状態なので、それより病院の事務局長の方が全然給料も高いし、仕事としては真っ当なので。で、入ってみたものの、実は残業代出ませんみたいなパターンってあるんですよね。いや、うちの会社残業代出しますよとか言っといて、入った途端に、いやちょっともう残業代出せないですよみたいなこと言って、残業代出ないってザラにあるんで、なので、将来性がなくて、そこの、ある程度その安定してない職業で、さらに年収が下がるのであれば、今の仕事をしながら副業する方が全然いいんじゃないかなと思います。